大好きですよ、うん、マウスパッドか、マウスパッドだ、あ、口に入れるやつなんだマウスピース、あ、なら、あ、そうだそうだ、え、行ってみようかのイメージめっちゃある、めっちゃある、めっちゃあるめっちゃある。峯岸みなみさんの卒業コンサート行ったね、あの見てました、リアルタイムで、もう叫びました、リアルに叫びました。なんかあの現地はコールができないじゃないですか、でもコールしちゃってた、へってもう叫んでたぐらい、もうあの卒業生の方が出てきた時叫びました、全員叫んだと思う、うん、テンション爆上がりでしたね、絶対叫んでた、現地にいたら飛び跳ねてたし、本当にそう、うん、いやかっこいいな、なんか、あ、本当に話戻るんですけど、これね、いただいたんですよね、ちょっと待ってください、ミスティーモン、ミスティーモンの確認します、なんかこれいただいたんですよ今日、なんかメンバー全員にのプレゼントボックスに入ってたんですけど、お花がちゃん、なんかめっちゃ素敵、なんか一輪ってか、なんかおしゃれで素敵ですよね、そう、あー、いい匂い、お花の匂いだ、熊本思い出す匂いがする、熊本とばあちゃん思い出す匂いがするうん、いい匂い、いただきました、うん、わかんない、メンバー全員のとこに入ってたから、そう、今日の公演感動したね、ね、ルーちゃんの MC の歌が面白かった、え、ほんと、かっかかっかかのちゃん、かっかかっかかのちゃん本当にもうね、歌っちゃいましたね、あ、あ、ずっと温めてたやつをかっかかっかかのちゃん、いや、とっさに思いついたんですよ、なんかかって言葉を言い出したらかっかってなっちゃったんですよそう、うん、なんか歌、なんか歌で MC っていうのは聞いたんですけど、どうやって歌おうって思うのは思ってなくて、でスズランさんにどんな感じで歌ったりですかって言ったら、なんか今からエピソードを喋りますみたいな感じでいいよみたいな言われて、あ、それで行こうと思ったんですけど、なんか本当にかっか、いや、リズム、そう、リズム、なんか 歌なのか分かんないけど、なんかそういうのリズムが出てきて、気づいたら歌っちゃノリノリになってたそう、楽しかった MC、 あと今日シンポジだったんですよ、最近忙しかったのはシンポジがあったからなんですよ、あと昨日の公演もあの12人公演ぶりの公演で、初日ぶりの公演だったから、それはもちろん振りとかなんか立ち位置とかも曖昧だったし、で次の日もシンポジっていうのがあって、でもいつ覚えようとかなっててで、その今日はマサナさんポジをやらせていただいたんですけど、そのマサナさんポジを覚えたら自分ポジ忘れちゃって、本当にこんがらがってて、でゼップのレッスンも入ってリハーサルとかも一日中やってたら、本当になんか頭回んなくなっちゃって、もういつでも携帯で見れるように全部立ち位置とか写真撮って、でそう、今日シンポジだったんですよ、だからでも、うん、そうだからなんだろう、そう、それを頑張ってました最近は。でそのダンスメドレーの前半も16人公演ぶり、16人の公演ぶり以来にダンスの前半やったんですよ、スタッフさんにも、え、ノアやってたっけみたいな、
今まで前半16人ぶりぶりです多分ぶりですって言ったら、だよねめっちゃ珍しいって言われたんですよ。そうだからね前半うんそうだったんですよ、うん、新鮮でしたか今日の前半組してもよかった。そういやでもねそうでも28も公演出ます。楽しみ。そうで容量も本当に昨日メール送ろうとしたらなんかメールの容量ディスク容量ディスクがないためメール送れませんとかやったりその下書き書いてるといきなり全部消えちゃったりとか現象が起こってこれは本当に消せないとやばいってなってでも消せるものってなくて公演のレッスン上でやったやつと劇場でやったやつと本番の映像とでもシンポジオ覚えてたからなんかどれも必要でであとその ZEP のリハーサル V 動画と先輩方が踊ってるなんかこれを見て覚えてくださいねっていう動画とかもあってなんかどれも消せなくてでもなんかんこれかなっていうのをまあ本当に消したんですけどでも Google フォトにね入ってるから、まあ、今だけと思って消して容量を減らしたら今日送れるようになってそうでも劇場も公演もすっごく楽しいです、うんなんか毎回毎回もちろんファンの方も違うしメンバーも違うのでしかも12人以降になるとさらに楽しくなってなんか定点とか見てるとまだもっともっと自分のこの振りもっとこうしたいとかなんかこの動きちょっと変だなとかあこのメンバーめっちゃかっこいいなんかあこういう感じでもっとしていいんだとか学べることがまだまだいっぱいあってなんかもっと成長できるなってなんかそういう自分の振りを見るともっとなんかあーこれダメだなって思ってるってことはもっと自分はその上手になれるっていうことだからめちゃめちゃ勉強になってます、うん、そうやっぱり自分だけじゃなくて他のメンバーの動きを見ると勉強になります。そうそうだからまだまだ自分はねもっとねパフォーマンスとかで成長した姿を見せれるようにと か今日はもっと力強く踊ってみようかなとか今日はもっと大人っぽくきれいめに踊ってみようかなとかこの曲だけめちゃめちゃ滑らかに踊ってみようとかそうそうとかそういうことを考えるのもすごい楽しくてでファンの方が見に来てくれたり DMM とか VR スクエアで見てくれてるのも